セシル・マクビーは、アメリカ合衆国のポストバップ、ジャズのダブルベース奏者。ギネス・フーズ、フー・オブ・ジャズ第2版においては、A フル、トーン・ド・ベーシスト・フー・クリエイツ・リッチ、シンギング・フレージズ・イン、A ワイド・レンジ・オブ・コンテンポラリー・ジャズ・コンテキストと、また、オール・ミュージックにおいては、ポストバップ・ジャズの最も進歩的で多彩なベース奏者と、評されている。 1975年に自身のグループを結成して多数のリーダーアルバムを録音したがサイドマンとしての活動でとりわけな高く今なお現役のセッションマンとして多くのジャズミュージシャンから引く手あまたである学生時代にクラリネットを学ぶが17歳でダブルベースに転校して地元のナイトクラブで演奏し始める オハイオ州中央大学において音楽で学位を取得した後、2年間兵役に着くが、その前もフォートノックスのバンドを指揮した。1959年にダイナ・ワシントンと共演。1962年にデトロイトに移って、1963年から1964年まで、ポール・ウィンターのフォークロックバンドと共演している。 ジャズに本気で取り組むようになるのは1960年代半ばのことであり、ニューヨークに移ってから、マイルス・デイビスや、アンドリュー・ヒル、サム・リバース、ジャッキー・マクリーン、ウェイン・ショーター、チャールズ・ロイド、ユセフ・ラ・ティーフ、フレディ・ハバード、ウディ・ショー、キース・ジャレット、アリス・コル・トレーナと演奏及び録音を行った。ベニー・モーピン、マイク・ノック、エディ・マーシャルと共にバンド、アルマナックを結成し、 1977年にセルフタイトルアルバムを発表した。ボストンのニューイングランド音楽院において教弁をとっている。ジャッキー・マクリーン・ウェイン・ショーター・ファラオ、サンダース・アルマナック・アーチー・ーシェップ・マッコイ・タイナー、オール・ミュージック。ありがとうございます。